西洋語、八ヶ本町、山の名、西洋語は、からくりが洋曲の西洋語の物語から作られているからです。昔、中国の昆仑山に西洋語という女の仙人が住んでいました。この女の仙人、西洋語は、不老不死の桃を食べて、三千もの長寿を保っていました。ある日、西洋語が桃を取ってくるようにカラコに命じました。カラコは草木に枯れ木に登り、枝から枝へと回転しながら飛び移っていきます。そして最後に巻物にぶら下がり、そのまま台の下に沈んで一旦姿を隠したかと思うと、再び現れて逆立ちをすると、両台と書かれたガスに変身します。カラコが手と足を使って1の枝、2の枝、3の枝と段違い平行棒のように渡っていく姿が見どころで、生まれからくじの一つ、ガヤ渡りと呼ばれています。繁栄5年、1776年の作です。平成14年、2002年、九代玉屋庄兵衛によって226年ぶりに本格的に修復されました。あ、いらんの？え？こんにゃくよ。あ、こんにゃく落としちゃった。何を？マーコもちゃんと言うて偉い。あ、うまっ。あ、バッチリよ。飛ぶからね。かわいい。一口はまだって。よし、
おばあちゃん一生懸命頑張ったこっちでおばあちゃん嬉しいここでタワーあるね懐かしいやろここ止まるわ。ここ一緒か。ねえ。
前の方